はい。よし。はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、稲見の万葉の森公園にね、ちょっと紅葉の状況を見に来ましたね。ぐらいなんかデイサービスみたいな団体と勝ち落としもて、ちょっとね、大慌てでちょっと見ることになりますけどね。はい、さすがにもう睡蓮は咲いてないですね。よんてバスみたいなの来たで、兵庫南の明石かどうか、まあみんなね紅葉見たやろうから。でもまあどうでしょうね、こういう感じか。まああの辺綺麗な、ちょっと あの池の周り、池のあたりススキとこれがちょっとね、でもまあちょっと色はね、まあそんなにあの鮮やかという感じでもなさそうですけどね。うん、まあここやってしたけど、ああいう人らも車椅子で来れていいわな。うん、でも稲見の公園の方はどうかな、行けるかな車椅子で。うん、ね、こちら側は何でしょうか。白い花咲いてるな。入らないでください、キックやな。ちょっとあの白い花見に行こうかね。え、ここは黄色い感じ。まだもうちょい色づきそうやな、向こうからのやつなんかは。夏椿か、サラソウジュな。夏椿もあったんか、四季目もあるし。四季目ってどこがあるねんな、確か。実が有毒やもんな、これ。四季のあが抜けて、四季目な。これはやっぱり効くやろな。カツラ、こっちカツラじゃない。これよ。ねえ。名前変えとれへん。わかんないな。カツラやろ。カツラじゃないでしょう、これ。はい。多分あのね、あそこで見てる赤いモミジが一番綺麗ですよ。ここは。ここの中では。ざーっと見た感じね。多分稲見の公園の中もね、公園あると思うねんけど、ちょっと広いからね、全部見てもらわないかもしれん。やっぱりあれが一番綺麗か。みんなこっち来たらいいのな、おばあちゃんとおじいさん。来られんの？来れるやろ、これ。車椅子だな。よし。ねえ。はい。来やった、来やった。話がやっぱり、な。それやっぱり来るでしょ、ここはね。一番綺麗な。ちょっとこれ、椿みたい、サザンカか椿かわからへんけど、ちょっと先かけとるね、これね。はい、ちょっと拡大して、おばあさんの方が邪魔になったんだから、早く止まらんか。よしね。え、
綺麗です。はい、でまあまだまだここの紅葉がね色づきますよ。これから登山家もこれから先生けど、ここらのね入っていいのかな、よし、ここらの紅葉がねもっと綺麗になるはずですわ。これちょっと逆光なっとけどね、まだ全然でしょ。それこことかねよく植わってますわ、もみじね。で、あれかですやろ、ちょっと向こうからちょっと色づいてるけど手前全然やろね。はい、お坊さんがやってきたらいいわけやね。はい、まあこんな感じですか。はい、まあそんな感じですね。本日は万葉の森公園にちょっとやってきましたね。ここでどうせここまで来られたら稲見の中央公園の方もご覧になられたらいかがでしょうか。それではまたね、高評価とチャンネル登録よろしければお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。